はい、ということで、では、ライジョーさん、お久しぶりです。お久しぶりです。お久しぶりです。今回、同盟を組むということで、ちょっとお邪魔させてもらってます。はい、ということで、はい、ここに、いらっしゃいませ。ライジョーさん、スワンさん、クロロさん、ジージー・ヒデマロさんと、で、もう一方、トシさんがいるんですね。そうですね。はい、ということで、ちょっとお邪魔させてもらってるんですが、Z サバね、ちょっと危険があまりにも多いということで、同盟チームを組もうということで、はい、以前、ずっとチーム組んでたライジョーさんに連絡してね、今、拠点に入らせてもらってるということで、これからよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちょっと危険も迫るとは思いますが、ちょっと協力して頑張っていきましょう。はい、もう奴ら殺していきましょう。ちょっと自己紹介で聞きます。まずじゃあスワンさんからちょっとなんか。僕ですか。おい、誰？いきなり、いきなりのふりで。PVP サーバーに来たんで。あ、いいっすね。燃え尽きるまでやりましょうか。しますわ。お願いします。お願いします。じゃあ次クロロさんお願いします。あ、自分もまだ PVP。入ったばっかりですけれど、今は廃盤か巡りで頑張ってますが、いいすね、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。では、ジージー秀丸さん。自分は結構やってるんですけど、戦闘はまだヘタレなんで、はい、耐えてやってください。お願いします。了解です。じゃあ、ライドさん最後何かありますか？まあ、やつら殺してなんぼでしょう。なんかめっちゃ強いキャラなってるやつが、いきなり、いきなり。いや、でも、ね、リーダーすげえ酔っ払ってるからもう。一応海外勢からの攻撃も耐えた経験もありますもんね。あ、とりあえず。いや、でも、正直、ヒデマドさんと、トシさんの、この、建築のおかげですよ。なるほど。間違いない。それに助けられて、バッカスも。うちらチームは。どうして。間違いない。了解です。じゃあちょっと、これからよろしくお願いしますね。はい。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。プレイしてたところで、ライディオさんという方がいてっていう話が出てた。桃よりももっとひどい人いたんですよっていう話出てたんですよ。やーばー、俺そんなやばい人だったんですか。車が何台あっても壊れていくっていう。入ったら扉閉めるんです。そのまま OK です。めっちゃ死んでるじゃないですか。そうで、バリバリ死んでる。手前の死体が多分敵なんで、へー、でこのメガネの人が多分メイさんかモモさん。面白い。で、どれですか？これがシュンさん。これがシュンさん。この裸が。で、ジャカルタクアタいるじゃないですか。マジ？いや、頭落ちる。BC 今取ったジャカルタとスラスターと。そう、なんか襲われて。お、結局ね。ダメった。うわ、こんななんか集まったの。僕も初めてですよ。こんなにスカムに人数がいるなんてね、信じられないですよ。あ、レイドしに行くしようかね、そう、これ共闘か敵対を取るか、共闘を取るか、スカムだからなって思って。ああ、なるほど。そう、ただまあ、もう分かんない、スラさんは分からないけど、俺と桑田さんはね、敵対しないからね。ここ敵対しませんか。ここ、まだ分かんないですよ、まだ分かんないですまだ分かんないですここら辺はもうちょっと撃っちゃってもいいけど。もう墓地落ち着きません。了解です。ちょうど、あ、今道におるのはそうですか。はい、そうです。パトカー見えます？見えます見えます。あ、OK です OK です。おー、ライディオさん。じゃあライドさん、弓だったらライドさんに運転してもらった方がいいんですかね。僕銃。ああ、いや、やめときました、やめときました。それ危ないです。それちょっと危ないです。
いけますかは、まあ、一旦このまま。ちょっと気になったんですけど、はい、あの新さんたちのチームでのこの例えば鍵開き班とか、はい、戦闘班とかいるじゃないですか。はいはいはい。そういうなんか役割分担ってどういう感じなんですか。今のところチームメンバーが僕、はい、でカボさんって方とカルトさんって方でマミトさん、アロ君、モカチップっていうチームなんですよ、6人の。で、はい、一応戦闘は僕とアロ君がメインでやります。はいはいはい。でマミトさんも結構戦えるんで戦闘メンバーで言うと、うん、まあ3人で、まあカルトさんも戦えるんですけど、女性なんですけど、うん、はいはい、まあ、その辺がまあ一応戦闘がっつりで、カボさんが鍵開けですね。だいぶ鍵開けめっちゃ上手なってるんで、金鍵とかもかなり開けれるようになってるんで、カボさんが鍵開けと、爆弾の解除、もうちょっと練習してるっていう感じです。はいはいはい。で、物資あたりに関しては廃盤か、そのマミトさんが、めっちゃいってるっていう感じですね。で、モカチップ、ヘッズチップに関しては、まあ、賑やかしいみたいな。いや、まあ、冗談です。戦いますけど。今の、はい、動画がいいんじゃないですか。はい、いろいろ、まあ、知識あるんで。はい。いい感じで。あ、でも、マミトさんと、クロさん、結構意見合うんじゃないですか。そうですね。なんか、いろいろ情報。結構前々から、言ってたんですけど、前々からっていうか、この、シュンさんからね、同盟の、意見があった時から、はいはい、チームで考察してたんですけど、はい、毎回マミトさんの名前を出してましたね。そうそうそう。そうですね、ハイバンカーの先生なんで、マミト先生って呼ばれてるんで。そうですね。もうあの人の動画を一から見て、もう学んで一人で入ってっていう流れですね。うん。ガムはかなり詳しいんで、本当に。いやー。マムトさんのショットガンチャレンジやったらえらい目にあったな俺。デッシュサバが大変っすね。ショットガンはダメ言っててください。いやーでも金鍵っていうか、まあ鍵開けチャレンジはちょっと負けたくないな。あ、ライディオさん一応鍵開けですか。やっぱこの一番うまい、本当にチームメンバーの。あ、ライディオさんもともと鍵開けめっちゃ好きでしたもんね。好きでした。で逆にライドさん、あ、いたライドさん、ライドさんチーム、山田さん賑やかしですね。山田さんの巧みですからね。とりあえずあんまり接敵ちょっとあんまりしたくないなっていうメンバーは一応はいないんですか。接敵しても大丈夫な感じなんですか皆さん。トシさんももうだいぶ溜まってましたからね。あ、トシさん溜まってたよ。あ、なるほどなるほど。あ、じゃあいいですね。どうぞ。あ、ちょっとじゃあ大体みんななんか殺したい欲溜まってんじゃないですか。溜まってるんちゃいますかね。どっかじゃあちょっとタイミング合えば出かけたりとかしたりとかね、あのレイドっていうんじゃなく、あ、そのファーム先とかでも多分接敵すると思うんで。まあ、俺アートポスト行くと必ずグレープを持ってってるし。もう標準装備ですね。プライド見ました。動画見ましたよ。あれひどいです。あれちょっと罪悪感。あの人はちょっと罪悪感あったんですよね。久しぶりに。でもうちょっと、あれ以来入ってなかった。うわぁ、ちょっとかわいそうなことしたなと思ったんですけど、この間ちょっと入ってたの見たんで、あ、よかったな。なんかちょっと、はい。多分、銀行も多分入れてないような感じの。そうでしたね。思ったけど、あれ。そうでしたね。いや、じゃあ、また来ますね。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。一回じゃあ、ちょっと離れて、抜けますね、はい、スクワット。はいはい。はいはい。またちょっと地雷とかかかるかもしれないんで。じゃあ、また来ます。はい。一応、みんな招待しておきますんで。了解しました。はい。ではでは。